マーシーが品川駅で職務質問、まあ、覚醒剤疑われてされていて、あの新幹線なんか乗り遅れたらしいんだよね。で、まあ、そのね、あの模様がこれほぼフルで、あったんで見ていきましょうか。何分で終わらせる、まあ、何もなければもうすぐ終わりますが、何分で終わらせる、何分で終わらせる、時間はお約束できないんです。なんで、何もないんだから、はい、だから見せてるの。おそらくこれマーシーさんの言葉だと思うんですけど、新幹線の出発時間が近づいてスタッフはイライラしてましたけど、まあ、この方がスタッフだよね。僕は我慢すれば済むことですから、まあ、たくさんね、世の中に迷惑かけちゃったから、まあ、謙虚な姿勢なんですよね、マーシーは。で、これ見て思ったのはさ、やっぱ怖いよね、この人。まあ、こういうこと言ったらさ、ちょっと良くないかもしれないけどさ、こういう怖い人が、あの覚醒剤とかの、その、やり取りみたいなのをしてるって、まあ、僕ら認識しちゃいますよね。まあ、もちろんこの人がね、そういうことしてるとは言わないし、思ってないですよ。で、なんだろうね、これは、まあ、気の毒だよね。新幹線乗り遅れたんし、まあ、マーシーだから、うん、前科があるから、有名だからってことで、これ難しいよね、この問題は。で、この人の、まあ、圧が強いけど、まあ、わからなくもないよね。うん、仕事、お金が動いてるからね。でもやっぱ、マーシーさんにやっぱこういう人がついてるんだなっていうのが、あからさまになってさ、まあこういう人じゃないとさ、まあマーシーだって今、ほぼインディーのタレントみたいな感じじゃないですか。務まんないよね。まあこういう人がでもなんか周りにいるから、マーシーさんも、なんか健全な、なんか、ね、なんか、スカウトの人みたいじゃないですか、この人。とか、なんか普通のさ、仇とかさ、ボロ表社会の人って感じしないじゃないですか。だからまあ、まあ別にこの人悪く言うのも良くないんですけど、そのね、覚醒剤何回もやってるっていうのはさ、もしかしたらこのマーシーさんはね、そういうのをさ、入手しやすい環境にいんのかなって思っちゃうよね。ってのがまあ僕が思ったことですね。ただ、これ気の毒だよね。これ新幹線乗り遅れて、別に警察はね、保証しないからね、何にもお金も。それはちょっとしょうがなかったですよね、みたいな。なんかお気の毒にって感じでさ、ね、言葉しかないもんね。まあこれもおかしいよね。俺も職質ね、されたことあるけどさ、確かにね、溜まったもんじゃないよね。仕事遅れたりとかしたらさ、そのね、給料ちょっと減るわけじゃん。で、保証しないわけじゃん。こいつらはね。でさ、俺がさ、みんなに謝るわけじゃん、職場の。もうおかしいよね、職質って。本当はさ、断る権利あるんだよ、任意だから。でもさ、断ったら断ったらしつこくさ、付きまとわれるっていうね。なんかすごいね、職質が、警察になんか主導権ありすぎる、力関係が強すぎるっていうのも、まあ問題だよね、と思いました。では、どうもありがとうございました。